スーティングをしように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 やってきました。チコバのともミファムフィッシングパークでございます。今日は金子のサブチャンネルのドッキリか、はい、金子だけ知らないガチなのね。ガチで金子だけ知らないです。この人数集まっているのが、俺も来るっていうのは知らないです。あ、そうなんだ。そっからなんだ。はい、金子のマネージャーからお話いただいてたんで。あ、そういうこと。そう、ただサブチャンの企画でこの釣り堀で釣りをするっていう。あ、なるほど。そういうことで、はい、今知りました。向こうは向こうで偽オープニングを撮ってそこから合流という。なるほど。話でございます。向こうで何かやんやんやんやしてきたらジャッていくわけです。そういうことです。 OK、 なんで、準備しましょう。はい、はいはい、うっだっだっこれだったっけ。はい、今日は何を釣るんですか。今日は僕はタイしか狙いません。タイ、何を使うんですか。餌はこちら。じゃじゃん。あ、あれ、エビでタイを釣るって言うけど、オキアミとかじゃないんだ。ここのタイはこれを食います。うん、青い染め。青い染めよく。ジュンもね、うん、エビを持ってきてくれたんや。ほう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 。まあ、いいか。これにか。あ、そうだ。手長エビがこれ。手長エビも入ってるね。ああ、そう、生きてますね。手長エビのめっちゃ強いから、いい餌なんだよな、手長エビって。さあ、やってきました。ミャムシガパーク。うわ、懐かしいこの光景。あの、話をつなげるの大変って言っとったから早く行こうか。あの緑の金子さんでございます。おはようございます。ガチで何も生かされてない。うーっす。下地君、俺今日あいつ誘ったんじゃない。今のオープニングの方で撮らせてもらいました。うーっこれはやばいサプライズだ。ジュンじゃん。勇気多いでしょ。そういうことか。はい、昔のメンバーをちょっと集めてみたっていうことです。マジで読めんかった俺。マジで読めんかった。久しぶりじゃん。びっくりしとった。うわうぃ、これはありがとうございます。いや、ありがとうございます。この後、スタジオ行ってみんなでバーベキュー。ああ、なるほど、はい、知らん人が多いんじゃない。そうですね。もともと僕が YouTube 始めるきっかけだったチャンネル、ここに所属してたんですよ。これか。さて、ましょう、日曜フィッシングクラブ釣り堀編。よっしゃー、覚えとったね。久しぶりやから。久しぶりやからということで、はい、本当に久しぶりだ。大集合やな。だってこんな話スタッフの方からクリエイティブだな。クリエイティブって言われる。始めましょう、釣りを。始めましょう。始めましょう。お願いします。え、みんなどうやって釣る？俺は磯目も持っていける。生きたエビもあるよ。生きたエビもあるか。生きたエビがあったら最強だよな。魚の引き味わってきたいな。これ、もう軽めのジグヘッドに5回つけてふわふわさせるの好きなんだよね。ジュンと一緒に行ってなぜ釣れないのか。絶対超高で釣れない。何でもある。ジグヘッドもあります。あ、ジグヘッドちょうだい。俺もジグヘッドで行くね。ジグヘッドいいよね。どうやって釣る？俺とりあえずエビがどんな感じかわかんないから、針だけ結んで泳がせみたいに使ってもいいかなと思って。これを釣り具にあげます、ね、3g。 3g、 いいね。スナップいる？え、スナップはないかな。ミシ、久しぶりや。お前めっちゃ久しぶり。お前全く変わってねえな。ほんで金子さん、なんか縦にも横にもでかくなった。そう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 、縦にもでかくなった感じするよね。痩せたんだよ、横でも。ちょっと藤原のやっていいですか。お願いします。よし、頼んで。この動きですか。結構ね、こ
ああいうネット際が熱い。これは確かに。お、当たってる。当たってた、見た今。当たってた。でもあれ、マダイの当たりじゃないんだけどこれ。何これ当たり。見て、これ。この当たり、この当たり何これ。あれでしょ。ハゼ、ハゼでしょ。あ、釣れた、釣れた。ほら。これがイヌの。今日はね、人体が切れても大丈夫セットです。バックロッドだからね、コンパクトに。ヘラブナの方ですか。そうやね。お前、蒔絵が命だからヘラブナは。あら、ワンちゃん可愛いね。あ、こんにちは。いいよ。お魚はたくさん食べるの。嬉しいよな。タグ釣り行くんですよ。タグ釣り行くの。すいません、ありがとうございます。いえ。お魚何が一番好きなの。かわいい、お座りしてみて。あ、タイ美味しいよな。釣れそうっす。第一頭、これは釣れるよ。俺が魚だったら食うね。タイのやる気次第だとはね。そうそうそう、まだ入れ、あの今日の朝入れたばっかり。そうだね、こっからだ。馴染みます、馴染んでから。さっき入れたばっか。そうっす。さっき入れたばっかじゃ食わんわ、それは。これちょっとしばらく我慢の時間だね。じゃあ、そうっすね、入れたばっかは釣れないんだよな。まあでも入れたばっかどうかわかんないですけど、ワラサを入れるシーンは僕見ました。あ、じゃあタイは最初からおったかもしれない。かもしれない。誰も当たりなし今のところ。入るかどうかわからん。いやね、お前釣りそうだな。一番俺釣りうまいと思ってるの実は西だよ。おおおお、あ、最近釣り行ってる。ちょこちょこは。あ、本当にだ。俺さっきさ、サイン書くときさ、ひらがなのムーが出てこんくて。やばいな。何、ひらがなのムーが出てこんかった。だからどうしようと思って。小学生の子じゃん。あれムってどういうだったっけって危険じゃん、さすがに。うわ、マジどうしようって。目か、目のあれかムか迷ったの。わかる、目かムか。目って書きそうになったけど、ピッとこう思い出してムに方向変化したけど。危なそんなやつが YouTube やってます。やばすぎ。終わりです。あえて浮かせとんねん。どうなんだろうな。俺浮いとんねん。でもそれなんかちょっと違う。あ、ハゼだ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 。地味にね、でかいんだよ、ハゼが。ただ唐揚げにしたら最高にうまいぞ。何ミッカ持ってるか。ウロハゼ。もうハゼじゃないよ。ハゼじゃない。なんかダボハゼとか言われん。あ、正式名はあると思うんだけど。あ、まあ、ハゼじゃないね。ダボハゼ、ウロハゼ。なんか市場日帰りとか行くとよく見るタイプ。浮きだもん。あ、浮きが欲しかった。浮きが欲しかった。だってみんなさ、こんだけ動かしてて釣れてねえんだぜ。向こうだって。そう。なんで？餌？なんかね、これ今見とると、あのうぐいつけてるんだよね、みんな。すいません。うぐいつけてるの。100% 磯目で鯛は釣れるって書いてあったから。俺ここでだって磯目で釣れんかったこともないもん、過去3回って。マジで、マジで。今すごい爆発してたよ。おかしいんだよな。でもこんだけハズがおるのはマジで想定外。初初めてハゼがこんなもん。来た。
が一番最初だ。いや、奪われた。奪われた。急に来たな。マジか。急に来ましたわ。急によ。青い染め。青い染めで。西の方がでかいわ。そう、でかいね。ほら。膨大。おお、すげえ、ダブルヒット。いいね。やっぱ、磯目なんだ。磯目で、もうほとんど。これ。ありがとうございます。西は何それ？これ、あれだよ。どう切ってるか。なんか、重りの下に。だもうふわふわ。ああ、ふわふわ。ドーンってやって、スーッと落ちる。なるほどね。磯目です、皆さん。やっぱ磯目だ。絶対釣れるは絶対釣れないから。入ったんかな。釣った。おー、エビできた。エビできたよ。エビできました。さあ、あそこボート何がだろう。何だろう。話題だ。そっちは行きます。よいしょー。痛いだね。よいしょー。よっ。おー、ありがとうございます。めっちゃいいとこかかってるわ。マダイです。あ、やば。おー、マジ。やばマジいるんだな。めっちゃ釣れ、めっちゃ釣れます。あ、沈むの見たくないですか。ね、あの見せるために過ごしてる。おっ、ね、おっ、来たぜ。来たぜ。おお、綺麗に沈んだね。今よかったよね。やばいよ。気合いです、気合い。あれ、あれね、聞いてねえぞ。やばい、ドベ争いが聞いてねえぞ、これ。ドベ争いが、おいおいおい、ドベ争いが。ちょ、ここ勇気の隣だって。幸せよく見た光景だ。俺と勇気ではない、いつもシーバスでも、ボートシーバスでもこの二人が釣れねえんだよ。多分最後まで俺釣れねえんだよ、ね、この流れは。最後最後に何度も見た光景で、よかったって俺が釣って、かしいな。一緒のことしとんだけどなのパターン。サオから気持ちがダダ漏れとんのかな。また釣った。この真ん中のとこめっちゃいるよ。ありがたいとこね。深いとこめっちゃいるよ。これもうここで針外すときやろか。いや、おかしいな。真ん中投げてみたらいいですか。なんか投げとんだけどね。通用。おかしいな。本当に見られた。俺の手が足りてない。おい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 。同じ仕掛けで釣れるから。やっぱ手の長さかな。おい、また釣そうでしょ。えぇ、ー、マジで。プロがおるぞ、ここに。釣れます。おかしいな。プロがおるぞ。おかしいな。え、でかくないそのタイ。このライトロットで大台かかったらどうなってしまうんだろう。アジ釣りみたいな。もう結構超えとるそのタイ。これ結構でかいよ。あ、でかいね。え、なんかフェンスかなんかあれは全然俺自分できる。あ、その辺置いてくる。あ、すいません。会長が持ってる。35ぐらいあるか。いいっす。フェンス借りるわ。おかしいな。電話だけで置いてくる。戻るかみたいな感じ言ったら、言い始めてたら無言になってた。おいー、おいー。それすらないんだけど。やばいな。おかしくないか、ちょっと。いい引きだな、おい。次はタイじゃないやつが見たいですね。ねえ。そろそろ。
そろそろこの絵いらんくなってきたね。いやまだまだ持ってないの。でかい。面白いでしょ。でもさっきの金子っちのやつが一番大きい。慣れてますけど、辛い。この流れはね、もういいよ、この流れは。やっぱこうなるんか。やばい、だんだん減ってきますよ、ゆきさん。でもめっちゃ面白い釣り見つけた。これ、ハゼおるじゃないですか。で、これ、誤解をこれ話しておくんですよ。いくよ。こう入れて、はい、噛みます。はい、これ釣れる。もう針にかかってるわけじゃないですよ。噛みついてるだけ。こう落として、これ。これこう見て、こんなくる。もうほらそうほら、これ超楽しいんだけど、この釣り。こういう小物釣りが好きな俺にやったらしょ、たまらない、この釣り。ワンコハゼみたいな。そう、ずっと釣れる。1cm ぐらいしか刺さってなかった。多分これ白いとこがめっちゃ綺麗だったやん。これやった、やば。これここの中で釣ってない人が1人。これでしょ。まあ誰とかはいい。誰とかはね、犯人探しよくない。まあ誰とかはいい。いつも金子さんで釣ってない。誰とかはいい。みんなで一つだから。いや誰とかはいいな。会長でしょ。おお、食べたいじゃん。サヨナリアル。これ。エビ釣って。
ラプンツェルも好きだわ、最近は。髪の長いのでそうなるように。これは絶対行くね。すげえ、これ。さて、やりますか。はい、お、え、ああ、アジが、アジが引いてる。アジが引いてる。超強そうこれ。浮きが、アジが、アジが強すぎて浮きが持ってかれて。縦横無尽に浮きが動き回るっていう。磯目とエビ、ダブル掛け。ガチ両刀です、これ。それが釣れるらしいですよ。ガチ両刀メモドリ。みんなで久々に集まる感じはどうですか。いやー、なんか…いけたな。だって何年ぶり、はい、これ5年ぶり ?6 年ぶり、俺の金子さんとこと3年ぶりぐらい。3年ぶりぐらいだよね。これだけ集まるのめっちゃ久々じゃないですか。久々、勇気めっちゃ痩せたな、お前。でも子供大きだった。うちも一緒、2歳。え、2歳と何ヶ月？2歳ああ、え、2歳2ヶ月ってやっぱどう？喋る？結構囲碁出てる感じ。おお、やっぱそうなんだ。2歳から急成長ってやっぱ。そう、うちの子も2歳になった瞬間ぐらいからもう喋る、言葉が出てくるよね。勇気の子供に久しぶりに会ったらめっちゃ喋るようになってる。急成長しすぎて怖かったもん。子供はね、早いよ、成長が。前回ある会った時はまだよちよち歩きぐらいだったから。でもう2歳だと乗ってくれてるめっちゃ歩いてる。走るよ。俺の顔見てめっちゃびっくりした。知らん人おるってなる。何回も会ったもん。喋る。会話したくない。思ってない。まあでも一番釣っとるねな、あの男が。なんやかんや。おお、タイです。おお、大台かな。いや、タイだよ、タイだよ。タイはタイだけど。おお、はい、うわー、いいけどさ、大台だ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 。タモ欲しいですね、これ。これは抜き上げんね。ちょっと無理だね。すげえ、大台だ。今や一番釣る男だ。イエーイ、ナイス。おー、綺麗な大台2匹目。あ、これ、これ、残り物には服があるっちゅうことやで。やっぱいいね、釣りはこうじゃなきゃ。やっぱみんなで楽しむもんですよ、釣りは。こうまったりとな、釣れない時間も楽しむっちゅうのがおつやで。また集まりたいですね。集まりましょうよ。でもぼちぼちいい感じに釣り尽くしたところもあるからね。でもこの年だけだ、地引いて。ハマチとシマアジ回収して、僕のスタジオ行きますか。じゃあちょっと僕の方のスタジオにみんな行って。だってジュンとかユウキとか来たことないもんね。ジュンはあるか、あるか。ユウキとかないもんね。ユウキと西がもうないか。西ユウキと阪神16。
で、しもじも初めてだよね。なんでない。主みたいに座っとったここにおるやん。出てきた料理片っ端から食い取る。最近週1できてるわ。だって座ってるとご飯が出てくる。そんないいとこないぞと。はい、これだよ。餌付けされてる。カニとか勝手に剥かれてるもん。はい、今日はタラバガニ。今日7メートルでしょ。体重9メートル。どうですか、久々に集まってみて。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい、はい、いいよね。めっちゃいいです。原点だもんね。俺的には多分ここ初めて来た時坊主だから、うん、あんまいい思い出はない。前はあっちでやってたけど。そうそうそう、確かに一番準備してきたもんね、今日たくさんのものを。そうそうそう、ね、みんな使うかなと思って。エビ助かりました。いえいえ、どうですか。いや、最高です。楽しいね、やっぱりね。楽しいですね、みんなで釣りするって。そうそうそう、いいね。また次行きましょう。行きましょう。シーバス、シーバスいいね。メタボのシーバス、あの声でやつ美味しかったな。あれな、あれすごかったよ。あれ美味しかった。あれなんでそんなブリブリだったの。今日サバゲーやりに来たんだよね。メイサイ、シーバス調査隊だ。違う、金子さんにドッキリ仕掛けるためにバレんように。なるほど、ギリスすぎだ。どうこのフィッシュチャンネルじゃなくてフィッシングクラブ、フィッシングクラブの方としてどう。一番いいじゃん。一番いいな。一番いい回だよ。ここ数年で一番いい回じゃないこれ。そうだ ね、なんだかんだみんなね、忙しかったから。そうよ、忙しかった。だってみんな仕事も、ね、今日土曜日でこんだけ集まるの多分あの NFC 時代でもあんまないよ。6人集まることなかったよ、ね、ゼロ。で3、4人大体集まって3、4人だったから、うん、6人一つの動画に出るっていうのは初です。ミラクル。何ならもらって嬉しい限りですよ。ありがとうございます。キマウリクックさん。大きい網でうんとこしょとっこしょやるからね。これから全部じゃあ水揚げですか。みんな共同作業だから。はい、じゃあちょっとそのところも楽しみによっ。はい、引き網みたいな。タイムスリップしましたよ。本当すごいサプライズをありがとうございます。いや本当に本当にサプライズだったわ。いいですか。寿司三昧。はい、どうも。ズッキープです。はい、ありがとう。めっちゃ高いでした。すごいね。はい、ということで今回ありがとうございました。みんなお集まりいただきありがとうございました。いや、こちらこそ大サプライズをくらいました。大サプライズでしたね。メガテージ、メガテージを、まあ、もう本当爆笑でした。爆笑フィッシングパークでした。ということでこの後は、金子のサボり場の方でバーベキューやりますか。やりましょう、釣った魚食べましょう。じゃあそういうことでご視聴ありがとうございました。ぎこちねえなー。バイバイ。ゆるい。